を目指す企業や海外からの人材受け入れを必要とする企業を相互に支援する団体が昨日熊本市で設立されました。熊本を拠点に設立された一般社団法人海外ビジネス交流協会は、海外事業展開を目指す全国の企業と連携することを目的に、TSMC 菊陽町進出を受けて設立されました。昨日は県内企業20社の代表が出席して設立総会があり、熊本市の設計コンサルタント業務会社有明の社員でネパール出身のポーデル・ラジャン・クマルさんが代表理事として挨拶しました。協会では今後企業間の情報交換や発信を高め、ビジネス交流推進のためのイベントやセミナーなどを予定していて、ジェトロやジャイカ、大使館などを通じて現地企業とのパイプ作りを後押しします。